隊長さんも一緒に朝の祈りをどうですか？心が落ち着きますよ。ロンドニアの聖女ですか？聖女なんて私には恐れ多いです。ミゼルムとの戦いは主が与えたもうた試練なのです。主の御心と共にあるということが私に勇気を与えてくれるのです。隊長さんも一緒に朝の祈りをどうですか？心が落ち着きますよ。ロンドニアの聖女ですか？聖女なんて私には恐れ多いです。ミゼルムとの戦いは主が与えたもうた試練なのです。主の御心と共にあるということが私に勇気を与えてくれるのです。隊長さん、急にどうしたのですか？私は敬虔な信徒としてこのようなことに応じるわけには。私は敬虔な信徒としてこのようなことに応じるわけには。隊長さんも一緒に朝の祈りをどうですか？心が落ち着きますよ。ロンドニアの聖女ですか？聖女なんて私には恐れ多いです。ミゼルムとの戦いは主が与えたもうた試練なのです。主の御心と共にあるということが私に勇気を与えてくれるのです。隊長さん、急にどうしたのですか？私は敬虔な信徒としてこのようなことに応じるわけには。隊長さんも一緒に朝の祈りをどうですか？心が落ち着きますよ。ロンドニアの聖女ですか？聖女なんて私には恐れ多いです。ミゼルムとの戦いは主が与えたもうた試練なのです。主の御心と共にあるということが私に勇気を与えてくれるのです。隊長さん、急にどうしたのですか？私は敬虔な信徒としてこのようなことに応じるわけには。
マーク2にかなう者はいないってね。でも勝負は私の勝ちですね。え、フラッグ、あっちゃー、すっかり忘れてた。主よ、今回も未熟な私めに勝利を与えていただき深く感謝いたします。なんとか貴重な勝ち星を挙げられました。カムイアルファの選考会まであとわずか、一戦たりとも無駄にはできませんからね。そうだね、レジェンドのアスカ先輩のいるポルトンがジェノックと同盟を結んでメキメキと強くなってるからね。で、聞いた？ジェノックのドットフェイサー、こないだレジェンドのジェシカ先輩倒したらしいよ。アスカさんのサポートありでですよね。であればそういうことがあっても不思議ではありません。フェイサーやばくない？カムイ自慢の最新型だよ。いくら私らのがハイグレードクラスの LBCS とはいえ、最新型にはかなわないとでも言うおつもりですか？いや、かなわないとは言わないまでもさ、ずいぶん苦戦はするんじゃないかなって。アミ先輩が来るからレジェンドの2人と合わせて3人、カムイアルファは5人編成だから残る枠はきっとあと2つ。フェイサーに勝てないようだと私らのどっちか落ちるよね。多分私たちの LBCS はハイグレードクラスの中でも上位です。人間が扱えるギリギリを追求したと伺ってます。それであれば相手が最新型とはいえ引けは取らないでしょう。あとは装着者がどれだけ性能を引き出せるかです。そりゃそうだけど、最新型はかなり扱いやすいっていうよ。私らのみたいにピーキーなやつだと操作は難しいし、 D9 は最新型に勝てるほど使いこなせてる自信ある？アキレス D9 と OD マーク2は3年前の戦いでミゼルを下した機体だと聞いています。運命的な流れで言えば今回も私たちが選ばれる可能性は高いはずです。ですからきっと神が勝利へと導いてくださいます。全ては御心のままに。なんかそれって結局は神頼みってこと？でもそっか、運命か。じゃあもし私ら2人が揃って合格したら、私もその運命ってやつを信じるっす。ええ、身を委ねましょう。大いなる運命の流れに。ロザリオが手放せません。主よ、どうか私に幸運を。以下の者をカムイアルファメンバーとして選抜する。ジェシカさん、アスカさん、レジェンド勢は当然として、オーディーンマーク2、南崎愛理、ロシウス。やりましたね、マーク2さん、さすがです。あと一人見るのが怖いです。主よ、哀れな子羊に勇気を。あ、ドットフェイサー、高血ユリ、ジェノック。主よ、申し訳ありません。私ダメでした。祈りが足りなかったです。私ら揃って合格だよ。いやー、やっぱり運命ってあるのかな。え、揃ってって何を言っているのです？私ではなくフェイサーさんが合格。え、そっちこそ何言ってんのさ、一番下に書いてあるじゃん。
イン、天野ゆりか、ロンドニア。え、合格者3人？合格はレジェンド以外は2人ってマーク2さんが。いや、申し訳ないっす。アミ先輩体調悪だったっす。だから合格者は3人。私と D9 とドットフェイサー、みんな揃って合格だよ。タッチアウトって思ったらボールポロリでセーフって感じ。主よ、寛大なる措置に感謝いたします。このご恩はお祈り時間の倍増でお返しいたします。もう D9 はとにかく神様は神様がだもんな。頑張ってるのは自分なのに謙虚というかなんというか。私が頑張れているのもこの LBCS を賜ったのが神の啓示だからです。持たざる者を助けよ、汝の隣人を愛せと主が力をお与えになってくださったのです。なればこそ私はその御心に従っているだけなのです。おお、相変わらずよくわかんないけど、とにかく選ばれるのが運命、神様の意志っていう D9 の言葉通りになったよね。そうなると私も神様に選ばれたってわけか。これは責任重大だな。今から気が重いよ。重責を感じる必要はありません。なすべきことをなせばいいだけです。いやいや、私が言ってるのはその後のことっす。あと、とは？よく思い出して。過去にミゼルを倒した LBX がマーク2と D9 だから、今回もそれが選ばれるのが運命って D9 は言ったんだよ。その運命に従うなら今回もミゼルを倒すのが私らじゃないといけないわけじゃん。私らが、私らの力でだよ。ファーストやセカンドの先輩でも無理だったのにさ。あ、それはきっとこの先も言われ続けるよ。お前らが倒せって、それが運命だってさ。そんなことありません。過去のレジェンドたちだって2人だけで戦っていたわけではありませんし、きっと今回も隣人と協力して倒せっていう啓示です。決して私たち2人に責任がのしかかっているわけでは。本当に神様ってそんな都合がいいのかな。私朝のお祈りの時間なので、また後で。お待ちしておりました、アテナスの隊長さん。私はアキレス D9 の天野ゆりかと申します。今回は主に私が案内役を仰せつかっております。ご要望などありましたら何なりとお申し付けくださいませ。こちらも今回の生徒、オーディンマーク2の南崎愛理、ドットフェイサーの高潔ゆりでございます。お願いします。本日はレジェンド組やカイドウ司令は別メニューということでして、負傷、私を含む3人のご指導をよろしくお願いいたします。了解、 LBCS コネクト。
ただのおっさんじゃなかったんすね。LBCS だけ持ってきてファーストの皆さん誰も連れてこないなんてあれれって思ってましたが、さすがっす。あーでも会いたかったな、アキレス先輩やエンペラー先輩。今度は絶対連れてきてくださいね。こらマーク2さん、なんて失礼な物言いを。申し訳ありません、この子ちょっとあれで。ございます。意識してやってみます。あのところで隊長さん、つかぬことをお伺いしたいのですが、千葉シティの習志野タウンって今どんな状況か分かりますか？そうですか。あのムスカリエンという教会付属の孤児院がどの避難所に移ったかお分かりになりますでしょうか？ありがとうございます。の隊長さん、全く感謝の念に耐えません。ここまでいろいろとお世話になってしまって。 D9 すごいワクワクしてたもんね。ゆうべも絵本やらお菓子やらいっぱいカバンに詰め込んで。マーク2さん、そういう余計なことは。久しぶり、元気そうで何よりです。ケンちゃん、いい子にしていましたか？アイコちゃんとジョン君は仲直りしましたか？みんないい子にしていましたね。それではプレゼントがあります。今日はアテナスの隊長さんとお友達のオーディン・マーク2さんも一緒に来ていただきました。皆さん、感謝の言葉を。おお、いや、私なんか本当ただついてきただけっていうか、あなんだか照れくさいっすね。よーし、じゃあお姉ちゃんもみんなと遊んであげる。キャッチボールしたい子、こっちに集まれ。みんなあんなに喜んで、マーク2さんを連れてきてよかったです。隊長さん、もうお気づきかと思いますが、私はこのムスカリエン孤児院の出身です。事故で早くに両親を亡くした私をこの園は迎えてくれました。神が与えてくれた巡り合わせに感謝の気持ちでいっぱいです。そして装甲娘に選出されたことも、身内ということで国から園に手厚い援助を受けることが可能になったのです。私はここのみんなの思いを背負って戦っています。せめてもの恩返しができるように。みんな、お祈りを捧げましょう。今日という日に神に感謝を。
天に増します我らの父よ。願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、どうか哀れな子羊たちをお救いください。その偉大なる御手にてミゼレムを打ち払ってください。ミゼレムか、隊長ディーデイン。はい、大丈夫、私が神の御手となります。シスター、みんなを安全なところに、そして祈りを続けてください。了解。手を貸してくれませんね。ひょっとして今の世界に神はいないのかな。隊長さん、私少し思っていることがあるのです。今のこの戦いは聖書で伝えられるアルマゲドン、破滅への序章なのではないでしょうか。人類の支配が終わり、新たな世界が始まる、そんな逆らえない運命の流れがやってきたのでは。だから神は傍観を決め込み、手を差し伸べてはくださらない。私たちがどんなに祈ってもそれは無駄なことなのかと。隊長さん、そうだよ、滅びる運命なら LBCS なんて生まれてないでしょ。戦って戦い抜いて人類の未来を取り戻せっていう試練だよ。マーク2さんまで。みんな私のために。教えてきたのは私自身でした。天は自ら助くる者を助く、祈りを捧げるだけではなく自ら行動してこそ平和は得られるものなのですね。私、運命を切り開いていく神の御手としてこれからも祈り戦い続けます。子供たちの世界の平和を守るために。そうこなくっちゃ。それでこそ D9 ロンドニアの聖女。了解。これですか？
あたしもこれからは聖女 D9 って呼びますかね。それだけは